新潟から北陸3県にかけて明日明後日と雪の量がまとまりそうです。でまずはその状況、気圧配置で確認をしてみたいと思います。こちらは明日午前9時の状態、日本海上に発達した低気圧というのが見られます。立体視をしてみましてもかなり発達しているという状況が見えるかと思います。発達しているということ以外にももう一つ特徴がございまして、1500メートル付近でも低気圧がしっかり解析される状況、こちらが3000メートル、5500メートル付近でも低気圧がしっかり見えるといったような状況、この時5500メートルの風の状況を見てみますと、発達した低気圧、それよりも南側の方で風が強いような状態になっております。上空の低気圧、風の流れから少し切り離されているといったような状況でして、このため動きが少し鈍くなっております。明日の夜9時になりましても少し南西の方向へ下がるということで大きく位置変わらない状況です。この低気圧があまり動かない状況というのが北陸方面雪を長引かせるということになります。雨雲雪雲の動きを見てみますと、低気圧の中心がこの辺りにありまして、その周りから回り込むように雨雲雪雲が流れ込んでくるといったような状況、日本海で低気圧がぐるぐると渦を巻く、その南側で西から東へ雪雲が流れ込むといったような状況、明日について継続するということにどうやらなりそうです。積雪の増加量、金曜日にかけてのものを見ていただきますと、北陸3県や新潟方面など山間部を中心に雪の量がまとまります。増加量としてプラス1メートル以上を予測しているエリア、山間部でもございますのでご注意いただければと思います。最新の雪の状況、ウェザーニュースのアプリでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。